柏崎市民活動センター町から、付近の地図柏崎市民活動センター町からは、新潟県柏崎市西本町にある市民活動施設。1938年に柏崎公会堂として建設された建物をリノベーションし、2015年11月5日に開館した。2007年7月31日には、京柏園という名称で、 国の登録有形文化財に登録されている。市民や企業、地域コミュニティ、学校、行政などが集い、交流し、つながり合うことで、地域課題の解決などを協力して行うための街づくりの推進拠点である。柏崎県柏崎出身の実業家である高橋忠平はシンガポールで、ご副賞として財を成し、1932年に、 新潟県刈羽郡柏崎町に帰郷した。1933年5月には、邸宅、庭園と、その維持費1万円を柏崎町に寄付し、同年6月に死去した。1937年7月には妻沢が、公会堂建設のために17万円を寄付し、1938年10月には、林地も公園用地として寄付した。 柏崎町は1938年3月に柏崎公会堂の工事に着工し12月に春工式を開催1939年1月に開館式を開催して一般公開したこの際には高橋忠平、高橋沢夫妻の銅像も混流している施工は清水組であり設計は清水組設計部開館後には 公会堂として使用されたが、太平洋戦争の際には、帝国赤本社が事務所として使用し、当屋は見張り台になったとされている。戦後には、消防署の日野宮倉、柏崎市議会の議場、柏崎市中央公民館、仮図書館、科学技術教育センター、青少年健全育成センター、柏崎市教育委員会事務所などに使用された。 2007年7月31日には、京科書は園という名称で、国の登録有形文化財に登録された。2015年には、リノベーション工事を行い、2015年11月5日にか、柴崎市民活動センター町からが開館した。2007年7月16日に発生した新潟県、中越沖地震の資料や情報などを集めた、中越沖地震情報ルーム。 中越沖地震シアターが設置されている。ありがとうございます。